皆さんこんにちは、タエです。今回は2022年11月11日に熊野花火大会に合わせて仲良しメンバーと訪れた三重県熊野市にある赤倉神社大御倉のご紹介です。ご覧の赤倉神社は熊野三山に参拝者が訪れる以前からこの地で根付いていた岩倉信仰を示す巨石をご神体としている神社。岩倉好きな方はぜひ過去に挙げた動画、熊野三山に祀られる巨石ごとびき岩もご覧ください。ごとびき岩は熊野の神々が最初に降臨した場所と言われるもので、熊野信仰の発祥地、原点とも言われています。ここ赤倉神社は自然崇拝の名残が感じられる神社。高さ10メートルはあるように見える球状の岩が御神体。大きな岩の上からは樹木が育っています。ここは原始の山岳信仰を受け継ぐ修験者たちの修行の場で、自然信仰の原点とも言われる場所だそうです。続きまして、大御倉の頂上には高倉剣大明神が祀られ、ご神体の苔むした自然石の下に河内の国から来た行者が残していたという剣が収められているそうです。また天狗様と呼ばれた修験者で火事でもあった近藤兵衛という武士の屋敷跡もあります。ところで大御倉の頂上に祀られている高倉剣大明神は、もしかしたら寿岩の御祭神の高倉寺の御事と関係がありそうだなと思いました。また高倉寺の御事は日本神話に登場する人物で、神武天皇の神武統制を擁護し、九州から大和に向かう進軍を支援する役目を果たしました。古代日本の人物で尾張村寺の遠い祖先とされています。尾張村寺とは、日本書紀によると雨のほわかりの御事を祖神とし、一方綿摘みの神を始祖とする系図もあるとのことです。また高倉寺の御事の別名は雨の籠山の御事とも言われています。ところで赤倉神社の赤倉についてですが、普通には赤倉とは読めませんよね。名前に何かヒントがあるかもしれませんね。生まれたての子供が赤子、赤ちゃんというように、赤倉を言霊的に考えてみました。感情の次元を表す言霊アを、感情の世界をかき集めて現象化させようとする働きの言霊カが、言霊クによって組まれたものが言霊ラ、螺旋状に広がっていくことを知らしめてくれている場所なのかもしれませんね。また丹田といえば、おへそのすぐ下にあるオレンジ色で表される第二チャクラで、仙骨にある赤色で表される第一チャクラにつながっている場所。頭で考えすぎるとエネルギーが頭にたまり、エネルギーの偏りが起きます。冷静な状態を腹を据えるとか、肝が座る状態というように、生まれ出た感情を頭で考えるのではなく、感情を丹田にまで下げておへその下で思考する。頭の中に出てきた感情や思考を丹田に感じてもらい、丹田に落として、丹田で認識させてから言葉や行動にすると、角が取れ丸くなり、バランスよくなるということを視覚的に理解させてくれるのが赤倉神社なのかなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。今回は三重県熊野市にある赤倉神社大御倉のご紹介でした。もし間違っているところや補足があれば、お手数ですがコメントで教えていただけると幸いです。皆さんと一緒により良い動画を作っていけたらと思っています。またグッドボタンやチャンネル登録、コメントいただけると励みになります。よろしくお願いいたします。ここまでご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。